ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、昭和10年1935年オール読み物に掲載されました、野村鼓動作銭形平次捕物控えより、一枚の文選。それでは本文をどうぞ。一枚の文選。第一章。はやぶん、退屈だね。目の覚めるような威勢のいい仕事はねえもんかな。この節のようにカッパライや小泥棒ばかり追っかけ回していた日には腕がなまってしようがねえ。ガラッパチの八五郎はそんなことも言いながら、例の癖で自分の鼻ばかり気にしておりました。大層なことを言うぜ八。さっきから見ていると指を順々に鼻の穴へ突っ込んでいるようだが、親指の番になったらどうするだろうと俺はハラハラしているぜ。銭形平次は早春の日向園に寝転んだままこんな無駄を言っております。つまらねえことを心配するんだね親分。俺は苦労症さ。その指をどこで拭くか、そんなつまらねえことまで心配しているんだよ。今晩あたりは受け合い大きな鼻の穴の夢を見るよ。うなされなきゃいいが。天下太平だな。だがな八、今に面白い仕事が舞い込んでくるよ。退屈なんていうのは鼻の穴のでっかい人間とは縁がねえ代物だよ。へっ、嫌に鼻にたたられる日だぜ。怒るなよ八。仕事が舞い込みかけていることだけは本当なんだ。聞こえるだろう、あの足音が。なるほどね、路地の中だ。そんな格好で耳を澄ますのはあんまと八五郎ばかりさ。鼻の穴で物音を聞いているようだぜ。また鼻かい親分。怒るなよ八。おめえの鼻がよく聞くから俺の仕事が運ぶんだ。平次の手柄の半分はいわば八五郎の鼻のおかげさ。今度お目にかかったら笹野の旦那に申し上げておこう。冗談じゃねえ。ところであの足音だ。後金の緩んだセッタを引きずり加減に歩くところは女や武家や職人じゃねえ。落ちぶれた農薬者でなきゃまず思案に余ったお棚物だ。縁側に寝そべって路地の外の人間を投資する平次の話を八五郎は小鼻を膨らませて聞き入りました。さっきから格子を開けかけて三度も引っ返しているよ。大の男があれほど迷うのはよくよくのことがあるんだね。行ってみましょうか親分。文句言ったら力ずくで引っ張り込む。そんなことをしちゃぶち壊しだ。そうでなくってさえ迷い抜いているんだ。うっかり声をかけると逃げ出さないまでも用心深くなってタニシみたいに口をつぐむに決まっている。知らん顔をしているんだ。それ格子を開けたろう。お静が出て行った様子だ。ほっておけほっておけ。精一杯知らん顔しておめえさんの話なんか少しも聞きたくないって顔するんだよ。わかったか。出しゃばっちゃならねえ。平次の言葉の終わらぬうちにお静は一人の男を案内してきました。親分さん、初めてお目にかかります。私はお棚物風の四十男、渋い好みですが手堅いうちにも税があって後金の緩んだ雪駄を履く人柄とは見えません。まあいい番頭さん、お急ぎの用事でなきゃ一服やってからお話を伺いましょう。ここは日が入ってとんだ暖かだから。へっ、ありがとうございます。そうのんきにしてもいられません。まあいいだろう。あっしゃおかっぴきにはちげえねえが、こんないい心持ちの日は仕事の話を聞くのはできれいさ。
うつらうつらしながら三度の飯を待つなんざ洒落たものさね。この男は八五郎といって家にいる下っ引きだ。遠慮なんかいるものか。朝から花ばかり掘っているんで遠慮の方で驚いて逃げ出したってね。ありがとうございます、親分さん。何を隠しましょう、私は日本橋通り三丁目越前屋宗七の番頭徳三郎と申す者で。平次とガラッパチはそれとなく顔を見合わせました。越前屋というのは日本橋切手の大きな金物問屋で、江戸武元番付の前頭筆頭に上がる家柄。先代の宗七は3年前に死んで、今は手代上がりの養子宗七の代になっていることは岡っ引きならずともよく知っていることです。第2章、越前屋の番頭徳三郎の話はいかにも雲をつかむようでしたが、それだけにかえって何とも言いようのない危機が越前屋いっぱいにはらんでいることは受け取れました。先代の宗七が死んだのは3年前、今の主人の宗七は元千吉といった遠縁にあたる手代で、家付きの娘おのぶと一緒にされ越前屋の大寝台を相続しましたが、半年前女房のおしんが怪しい死に様を遂げてからは、一人者の宗七は放埓に身を持ち崩して、徳三郎の言うことなどは耳にもかけてくれないというのです。それだけなら何でもありませんが、家の中には1年前から2組の異分子が入り込み、いずれも主顔で奉公人を使い回しているのでした。一組は先代宗七の弟で、宗七存命中は義絶同様、敷居もまたがせなかった勝蔵とその娘のお優。もう一組は先代の宗七勝蔵たち兄弟には甥にあたる菊之助という若い男と、それにつきまとって離れない奥目という商売人上がりの豊島だったのです。今の主人の宗七様は元は私どもの奉売でございますが、気の優しいいい方で、道楽さえ内輪にしてくだされば申し分のない主人でございます。まあ勝蔵さん親子と菊之助さん夫婦は何を企むか分かったものじゃございません。先代のご主人は忠義で亡くなりましたが、その娘のおしんさんは半年前のある晩、何を食べたかもがき死にをなさいました。その時は町内の本堂がごまかしてしまいましたが、恐ろしいことに近頃になってご主人宗七様の命を狙う者があるような気がいたしてならないのでございます。四十男の徳三郎は物静かな調子ながら怯えきって唇を震わせております。なぜ主人へ言わないんだと平次。こうしました、幾度も幾度もうるさいほど申しました。一向取り合ってはくださいません。何分若い盛りの主人でございます。実を申せばご心臓がなくなってあの大寝台が自由になるのを結局気楽なことに思っていらっしゃるようで。徳三郎はふっと口をつぐみました。さすがに言い過ぎたことに気がついたのでしょう。ご心臓が死んだのは半年前だというし、おじやおいが入ってきたところで咎め立てするわけにもいくめえから、それだけのことじゃおめえさんと一緒に乗り込むわけにもいくめえ。おめえさんの忠義は結構だが、あんまり取り越し苦労をしねえように陰ながら主人を見張ってあげる方がよかろう。平次もそういうより他には工夫もありません。徳三郎の心配にやつれた痛々しさも気の毒ですが、つかみどころのない恐怖には
十手も取り長も役には立たなかったのです。そんなものでございましょうか。昨日も主人は両国橋で往来の者に喧嘩を吹っかけられ、危うく川へ投げ込まれるところだったと申しますし、四五日前には朝の味噌汁の中に見たこともない恐ろしい虫が入っておりました。半妙と申すんだそうで。それは念入りだな。いずれまた思案に余った時はお知恵を拝借に参ります。私がここへ来たことが知れると、悪者どもはどんなひどいことをしないとも限りません。どうぞご内分に願います。そりゃあもう番頭さん、誰にも漏らすようなことはねえよ。店を抜け出してくるのも容易じゃございません。今は何時でございましょう。7つ少し回ったばかりだなあ。八、そんなものでしょうよ。横丁の師匠が銭湯へ行ったし、赤鉢巻きの豆腐屋が通ったばかりだし、八つ出の葉へ日が落ちたし。八五郎の時計はまことに念入りです。それでは大急ぎで帰らなきゃなりません。徳三郎はしょんぼり立ち上がりました。少し華奢ななで方、四十男の疲れは見えますが、大棚を背負って立つだけになんとなく貫禄があって、あまり丈夫そうでない体から精力的なものが発散するといった人柄です。その後ろ姿が路地の外へ消えると、ハチ、てめえの花が役に立ちそうだぜ。あの番頭さんの後をつけて通り三丁目まで行ってみてくれ。姿を見られちゃならねえよ。勝手に。八五郎はそのまま猟犬のように飛び出したことは言うまでもありません。第三章。おやめ、大変だ。ガラッパチは横っ飛びに格子へしがみつきました。なんだ想像し、越前屋の番頭が消えてなくなったとでも言うのか。それどころじゃねえ。ああ、へえれ、格子の外でわめき散らされちゃ町内の人たちが驚く。おかっぴきのたしなみはそんな時ほど静かにするこった。平次が開けてやると転げ込んだガラッパチ。水をいっぱい送んね。上がりがまちに座り込んでしまいます。呆れた野郎だ。底辺の口はまさか喉が渇いたってことじゃあるめえ。おやぶん、喉も渇いたが、それより越前屋の主人が死にましたぜ。なんだと、誰が殺した。平次は思わず膝を立て直しました。番頭の徳三郎が帰ったばかり、その口から聞いたあやかしが四半時も経たないうちに越前屋の主人を殺したと平次が直感したのも無理のないことでした。殺されたんじゃねえ、死んだんで。もう少し詳しく話してみろ。詳しくも雑にも話しようはねえ。親分の言いつけ通り番頭の後をつけていくと、あの番頭はまた恐ろしく几帳面な野郎で、脇見もしなきゃ後ろも振り向かねえ。往来の真ん中を一文字に歩くんだ。子供だって後をつけられら。無駄を言うな。すぐに越前屋へ帰ると、店の中は煮えくり返り騒ぎだ。番頭の留守に主人の宗七がくず金物を入れた大箱の下敷きになって死んだんですぜ。てめえは見なかったのか。見ようと思ったが、後をつけた番頭に姿を見られちゃ悪かろうと思って、匂いだけ嗅ぐと飛んで消えるやつだよ。そりゃよかった。放っておいても向こうから迎えに来るよ。でしょうかね。見てみるがいい。平次の言葉は見事に当たりました。それから間もなく越前屋の向かいが八五郎と同じように息せききって飛んできたのです。
親分さん、越前屋から参りました。主人が大変でございます。ちょいっとおいでくださりますように。どれの差し図だ？おじさんの活動さんで。一体主人がどうした？指図をした人を聞いて、それから主人の様子を尋ねるなどは、随分際どい駆け引きですが、使いの若い男はそんなことまでは気がつきません。大怪我をなさいましたんで、へえ、命は、お気の毒なことでございます。怪我や病気に岡っ引きは用事があるめ、上手な外科なり、それも及ばなきゃお寺へ行くのが順当じゃねえか。平次はますます峻烈です。それがその、勝蔵さんが気に入らねえことがあるから、銭形の親分さんにお願いして見ていただくようにと言うんで。何？気に入らねえことがある？平次は考え込みました。使いは番頭の徳三郎が出したことと思い込んでいると、思いもよらぬ勝蔵の指図と聞いて、しばらくは迷った様子です。ハチ、もう一遍出かけよう。へ、思いのほか込み入っていそうだ。まだ水も飲んじゃいませんよ。バカ野郎、手おけ頭でも突っ込んでいるがいい。平次はぎゅっと帯を締め直すと、おしずの出してくれた羽織を引っ掛けて、使いの男と一緒に出かけました。第四章。お、銭形の親分さん。越前屋の店へ入って一番驚いたのは番頭の徳三郎でした。ご主人がどうかなすったそうだね。ちょいっと見せてもらおうか。へ、とんだことになって途方に暮れております。どうぞこちらへ。徳三郎の案内で煮えくり返るような家の中をかき分けるように裏口へ抜けました。ここでございます、親分さん。徳三郎の指した光景は全く惨憺たるものです。主人の宗七、まだ30そこそこの若い男が納屋の裏、母屋の裏二階の下で幾実感とも知れぬくず金物入れの箱の下敷きになって首を胴にめり込ませて死んでいたのです。銭形の親分、ご苦労様で。お呼び立てしてすみません。およ、おめえさんは？先代の弟の勝蔵でございます。主人宗七の死にようがあんまり不思議でなりませんから、親分さんに来ていただくように申し付けました。四半時ばかりあっちがここに頑張っていて、誰にも手をつけさせません。どうぞご覧くださいまし。50前後、分別盛りという年配ですが、小博打が好きで身が持てなかったというだけに、なんとなく人へのしかかってくるような気の強そうな男です。紬の地味な合わせ、帯も髪も堅気な町人になりきっておりますが、言葉の底や大きい目の中には決して人にくだらない傲慢な魂がピチピチ踊ります。そら、よく気がつきなすった。見つけたのはいつ頃でしょう？平次は相変わらずわだかまりもありません。半時ともなりません。猿の刻少し前で、奥目が稽古元から帰って2階へ上がると間もなく大きな音がしたんでびっくりして2、3人飛んでくるとこのありさまです。この箱は、納屋の2階に置いたもので、一人で落ちてくるわけがありません。誰か押し転がして落としたか、2階の手すりの上に乗せておいて紐でも引いたか、とにかく細工があったことは確かで、ちょうど番頭は留守だし、私が頑張って誰にも手をつけさせないだけのことをいたしました。勝蔵の言葉は毒を含んで、誰かに当てつけていることは疑いもありません。誰にも手をつけさせない代わり、勝蔵おじさんだけはつけたかもしれないわね。なんだと、アマ。勝蔵のフンズの視線をたどると、人垣の後ろから二
25、6の化粧の上手な女が赤い唇をゆがめて冷たい笑みを送っているのでした。俺は奥目という女で、先代の甥の菊之助がどこかの山から拾ってきた代物ですよ。伝馬町の往路から這い出した博打教授持ちよりは少しましでしょうよ。奥目は決して負けてはいません。何よ引きずり目。生きり立つ活動を。まあまあ活動さん、俺が悪い。我慢してやってください。親分さん、どうぞお聞き流しを願います。腹ん中はみんないい人たちなんだが。番頭の徳三郎が一生懸命取りなします。番頭さん、ご主人は何だってこんな場所へ来なすったろう。裏二階の下で納屋の陰などへ大棚の主人が入るのはおかしいじゃありませんかと平次。へえ、私にも一向合点が参りません。徳三郎はこんなことを聞かれると首筋をかいて尻込みばかりしております。みんな申し上げた方がいいよ徳三郎殿。ねえ親分、主人の恥になることだが、隠したって隠しきれるものじゃねえ。みんな言ってしまいますが、主人の宗七は半年この方一人者で、道楽は強えが女には弱い方でした。何の因果か菊之助の女房のこの奥目に誘われて。お黙り。おじさん面をさしておけばいい気になって、私がいつご主人を誘ったえ。畜生。奥目はまた生きり立ちます。誘われてと言ってわらきゃ気があってとしてもいい。とにかく菊之助が留守になって奥目が稽古事から帰ってくる頃を見計らっちゃ、この二階の下へやってきましたよ。大棚の主人がみっともねえ話ですが、表や家の中は人目が多いから、さすがにぬけぬけと奥目の部屋へも入れなかったのでしょう。死んだ者の悪口を言うんじゃないが、本当に私用のない男で。おじ勝蔵の話はおそらく本当でしょう。その場にいる十人余り、一人も口を出す者もありません。場の紐は何だ。納屋の二階から狭い路地を隔てて相対したのは奥目の部屋。その部屋の格子に絡んで下までだらりと下がった朝縄を平次は刺しました。重い箱を納屋の二階の手すりの上に乗せ、ちょいっと綱を引っ掛けておいて、こっちの格子から敷けばちょうど下にいる主人の頭の上に落ちますよ。勝蔵の舌は辛辣でした。畜生、私を罪に落とす気かえ。つかみかかりそうな奥目の気組み、女がいいだけにその劇場的な顔は燃え立つ炎のような凄まじさです。そういちいちいがみ合っちゃかなね。もう少し仲良くしてもらいましょうか。平次はさして気にする様子もなく、そのあたりの様子を丁寧に見回りました。ゆんべ雨が降った後ですが、ぬかるみへ狭い板が敷いてあるのと、板のないところは大勢で踏み荒らして、何が何やら少しもわかりません。納屋の二階はガラクタの入れ場で、手すりといったところで頑丈一方の丸太をかすがいで締めた形ばかりのもの。その角になったところへくずかなものの箱を乗せれば、いかにも紐一本で落とせないこともありません。それを引いたと言われる朝縄は奥目の部屋の二階格子にだらりと下がって下の泥を引いておりますが、下からでは主人宗七に見られずに、その足が引けるわけはなかったのです。宗七の死体は見るも無残でした。脳天を打たれて首が胴へめり込むほどですから、大した傷がなくとも目鼻口から鮮血が噴き出して、あたりの薄暗い中に二目とは見られないものすごさを漂わせております。何があったんだ。
大きな声で辺りを見回しながら、27、8の若い男が飛び込んできました。先代のおいで、奥目の連れ合いの菊之助です。お前さん、私は悔しい。奥目は、やにわにその胸に飛びつくと、身をもんで泣き出しました。強気で持ちこたえた劇場が、いっぺんに破裂したのでしょう。第五章。菊之助は思いのほか善良な男でした。先代の宗七が甥の菊之助を疎んじて、手代の千吉、後の宗七と娘のお信を目合わせ、越前屋の跡取りにしてからは少し直気味で遊び始め、時の弾みで奥目のような鉄火者と一緒になりましたが、ふとしたことから先代の宗七が菊之助のためにかなりの金を残してあることを知ってからは、看板のような奥目をなだめなだめ、越前屋に帰ってきて店の仕事を手伝っていたのです。西ごきの仕事で毎日昼過ぎから夕景まで横山町の問屋仲間を回るのが菊之助の仕事。これは宗七ならずともみんな知っております。先代の主人がおめさに残したというのはどれほどの金なんだい？平次は一通り菊之助の話を聞くと、こう立ち入った質問をしました。それがわかりません。先代、私には肉親の叔父ですが、亡くなる少し前に私を呼んで、お前も若いから仕方もあるまいが、大概にして身を固めたらどうだ。せめて三年越前屋の店で辛抱しろ。その辛抱を見定めた上でお前にやるものがある、とこういう話でした。なんだよそのやるものっていうのは。亀一杯の金だそうですよ。夜分、先代がどこかに埋めてあるに相違ありません。中にうちの遺言も一緒に入っているはずです。おじが死んで暮れの12月がちょうど3年目、約束をしたことですから、金銀をいっぱい入れた亀を探させてもらいたいと主人へ言いましたが、そんな昔話みたいなバカなことがあるわけはないとどうしても承知してくれません。主人の宗七が内々で探した要素はなかったのか？そんなこともあったようでございます。私が毎日昼過ぎから問屋仲間を回ることになったのも、一日いっぱい店にいては困ることがあったのでございましょう。菊之助は奥目と主人のことは何にも知らなかった様子ですが、その代わり他に主人を殺しかねまじき重大な動機を持っていたことを自分で喋ってしまいました。番頭さん、おめえさんは何と言っても後々の始末をしなければなるめ。菊之助さんの話をよく聞いて、折があったら勝蔵さんにでも立ち会ってもらって、その亀を探してくれまいか。平次は後ろの方で事件の成り行きを不安そうに眺めていた徳三郎を顧みました。へえ、承知いたしました。アキンドらしい早速の返事ですが、騒ぎに転倒してなんとなく気のない声です。それから勝蔵さんの娘さんがあると言ったが、と平氏、これですよ親分。人垣の後ろの方から父親の勝蔵が引っ張り出したのは、すっかり怯えきった18の娘でした。丸ぽちゃのなんとなく可愛げのある顔立ちで、妖艶な奥目とはいい対照になります。お遊さんとか言ったね。騒ぎの起こった時はどこになすった？奥で
ばあやと一緒にお仕事をしていました。主人はどんな人だと思った？おゆうさん、どうせよくは思わなかったろうな。え、おゆうは駆け引きも知らないような娘でした。お父っつぁんと仲が悪かったろう。え、おゆうさんはここにいるのが嫌で嫌でたまらなかったろう。まあご親族が死んでしまえば、主人といっても先代には他人のようなものだし、おゆうさんでも入ってこなきゃ越前屋の後が立たねえとかなんとか言う人もあったんだろう。平次は妙に突っ込んで行きます。親分、娘はあの通りねんねえだ。そんなことを聞くのは節操すぎはしませんかえ。たまりかねて勝蔵が口を出しました。地味で柔和で父親の勝蔵には似たところもないようなおゆうは、全く平次の問いの対象には痛々しいほどだったのです。雇い人も一通り調べて、暗くなってから平次は引き上げました。親分、どうしてあの奥目を上がなかったんで。ガラッパチは人影のないところへ行くと、たまりかねた疑いを投げ出しました。主人が人に殺されたという証拠は一つもねえよ。それにあの20〜30貫目もある箱を手すりの上へ乗っけるのは女の腕でできることじゃあねえ。菊之助と二人がかりなら。それも考えたが、仕掛けの浅縄を格子に仕掛けたままにしておいたのはおかしい。奥目が下手人なら人のかけてくる命に格子から敷いた浅縄の始末ぐれはできたはずだ。なるほどね。すると下手人は番頭が一番怪しいと思ったが、俺のところへ使いを出したのが番頭でなくて勝蔵だと聞いて気が変わった。へえ、今のところ一番怪しいのは、主人宗七が死ねば自由に宝の亀を探せる菊之助か、それとも越前屋の跡取りになるおゆうかな。俺にもわからないよ。驚いたな。この辺りがてめえの花の聞かせどこだ。しばらくあのうちを見張ってくれ。まだまだ騒ぎは続くぞ。奥目も活動も容易に仕込む代物じゃねえ。平次のこの予想は一月経たないうちに見事に的中しました。第六章。越前屋の内外を見張っているガラッパチは、毎日三度ぐらいずつ報告を持ってきました。叔父の勝蔵と菊之助の女房奥目のにらみ合いはますます深刻になって、雇い人たちも手のつけようのないありさまですが、商売の方は長い経験を持った番頭の徳三郎が取り仕切って何の不自由もなく続けております。もっとも主人の宗七は女房のおしんが死んでからは、家業のことなどは一向身にしまなかったようで、死んでしまったところで店の締めくくりに何の不自由もあるわけはなかったのです。皆ぬかが過ぎると親類方が顔を寄せて、越前屋の跡目の下相談がありましたが、甥の菊之助を立てようという人と、姪のおゆうがよかろうという人と、二派に分かれて容易にまとまりません。もっともおゆうには親父の勝蔵という嫌な人間がついているのと、菊之助には奥目という悪い女が控えているので、どちらも店のためにはなるまいから、いっそ番頭の徳三郎を跡目に直し、親類から適当な嫁を見つけた方が先代の気持ちにも沿うのではあるまいかという意見もありますが、散々揉んだ末、先代宗七は実弟の活動を打轄のごとく嫌っていたのは隠れもない事実で、その娘のおゆうでは改めて養子を入れる世話もあり、
博打打ちのカツ丼が出しゃばっては店の信用にも関わるので、先代の遺言状さえ見つかって菊之助が感動を許されたことが分かれば、菊之助を跡取りにするほかはあるまいというところまで話が進みました。おくめは名うての鉄火者ですが、菊之助は名前のように優しい若者。おくめに溺れているほかにはまず欠点のない男だったのです。活蔵は極力反対しましたが、番頭の徳三郎が菊之助の立場に登場して一生懸命親類型を説いたので、とうとう越前屋の内外を探してみることになりました。大判小判を入れた亀なんどは飽きんどの店から出てきてたまるものか。昔話じゃあるめえし、バカバカしい。活蔵はもってのほかの機嫌でしたが、それでも土蔵の隅々、何度物置天井裏から床下まで手代小僧も混じりに面白半分の家探しが始まると、じっとしてもいられない様子でかなたこなたをうろうろしておりました。昼過ぎまで人当たり探しましたが、家族や雇い人の知らないものは何にも見つかりません。べらぼうめ、そんな夢でも見たんだろう。貧乏人はよく金の夢を見るもんだ。活蔵はしっきりなしに舌打ちをして悪魔を撒き散らしております。博打打ちはサイコロの夢でも見るんだろう。おくめは腹を据えかねて食ってかかります。何を言いやがる。同じ細工をするなら手頃な瓶にビタセンでも詰めてよ、都合のいいように遺言状でもこしらえて埋めておきゃいいじゃねえか。猫の子ほどの知恵もねえ人足どもだ。活蔵の暴言は阻みようもなく越前屋の店中に響き渡ります。てめえのような悪党はそんなことをするだろうが、私たちはそんな細工は大嫌いさ。遺言状が出てきて夫が相続することに決まれば、博打打ちなんか敷居もまたがせるこっちゃない。なんだと、人殺し女め。二人はまた噛み合いそうでした。ちょうどその時、見つかったぞ、みんな来てくれ。床下に潜った小僧が大きな声を張り上げました。なんだ、何が言ってるんだ。亀より中身のことを気にした大勢は、先代の部屋だった六畳の畳を上げて、その床下に潜り込んだ小僧二人の上へ重なり合って覗き込みます。そんなに高っちゃ見えねえや。床下の土をかいていると亀が首を出したんだ。蓋がして閉まってあるぜ。小僧は下から咳き込んで報告しました。蓋を開けちゃならねえよ。亀を壊さないようにそっと掘り出すんだ。徳三郎は人間をかき分けて上から指図をしております。おいたのいた、上上げるぞ。亀は五六人の手で床の上へ引き上げられました。一斗入りほど大した大きいものではありませんが、何が入っているか非常な重量で、口は丸い板で押さえて渋紙をかけた上縄で縛ってありますが、渋紙はボロボロ、地湿りで縄もすっかり傷んでいる様子です。何が減っているんだ。石ころか瓦か後ですり替えられちゃ迷惑だ。中を見せてもらおうか。活蔵は飛んできて蓋へ手をかけようとしました。それはなりません。これは親類型と銭型の親分でも立ち会っていただいて開きましょう。この通り渋紙も縄もボロボロで蓋が動くから、上から油紙で押さえてここにいるだけの人数で封印をしておきましょう。徳三郎は慌ててその亀を抱え込むと、
活動を払いのけてきっとなりました。理の当然でもあり、大店の支配人の権力でこう言われると、おじでも親類でも口の利きようがありません。気の利いた手代は商売用の油紙と太い麻縄を持ってきました。徳三郎は司法に気を配りながら、ひどく崩れた蓋を直して、その上からそっと油紙をかけると、麻縄でキリキリと縛り、上から身の紙を細く切って巻いた上、立ち会った人数だけで封印をし、そのまま外の泥を拭いて仏壇の中に納め、ぴたりと扉を閉めました。明日は親類方に集まっていただくとして、今晩は店中の者が代わる代わる3人ずつ張り番をしてくれ。徳三郎の処置には文句のつけようがありません。活動は黙って引っ込むと、おくめは勝ち誇った姿で家の中いっぱいにはしゃぎ回りました。第7章。親分、亀を開くな。小5つだ。ぼつぼつ出かけるとしましょうか。ガラッパチに誘われると、平次は何やら考えに沈みながら顔を上げました。なんだか知らねえが、俺はバカにされに行くような気がしてならねえ。一体下手人は誰だろう。親分は大概目星はついたでしょうが、それがわからねえから不思議だ。長い間十手取り名を預かって、いろいろの人間を手がけてみたが、こんな悪く利口なのは初めてだ。証拠を一つも残さねえから怖い。親分が怖いんですって？そうだよ。不思議なことがあるもんだね。足には悪者がよくわかってるつもりなんだが。どれだ？活動ですよ。バカなことを言え。あれは江戸中でもめったにねえほどの正直者だ。正直すぎて困るぐらいの男さ。へえ。平次はそれっきり口をつぐんで、通り三丁目へと急ぎました。越前屋へ着くと、親類方がみんな集まった。勝蔵親子、菊之助夫婦、徳三郎などと一緒に仏壇から取り出した亀を睨んで、平次の来るのを待っているところでした。遅くなりやした。挨拶が人当たり。それではよろしゅうございますか。皆様のお言葉に従って、私が封印を切ります。親類総代の怒りや万兵衛。亀の封印の異常のないことを確かめさせた上、ハサミを借りて麻縄を一本一本切りました。油紙を覗くと、中からはボロボロの渋紙と腐った麻縄、その下に板の蓋が少しばかり見えております。ちょっと拝見。平次はいざり寄って渋皮と麻縄と蓋を見ました。この辺りはバスへのひどいところで、天日の届かぬ床下に3年以上埋められたのですから、地湿りとカビでめちゃめちゃに傷んでおりますが、埋めた時のままに相違はなく、腐った麻縄や歪んだ蓋にも後から手を加えた様子は見えません。蓋を払いますよ。万兵衛老人の手で跳ねられた蓋。はっ！中はいっぱいの銭、金。抜いてください。御座の上へ開けますから。人を抜かせて御座の上へ開けると、中から出てきたのは、慶長大判、江戸田小判、一部藩、丁銀、取り混ぜて300両余り。爪には
官営船が200〜300枚、その真ん中に油紙に包んだ遺言状が1通、さして痛みもせずに混じっております。多分先代宗七が思いがけぬ利分や小遣いの残りを投げ込んで老いのために残しておいたものでしょう。おや、これは。御座へ一番近く座っていた平次は手を差し伸ばして一枚の銭を拾い上げました。大仏船のようだが。爪草の官営通報に混じってたった一枚、真新しい文銭。それは昔々徳川家康が照明に文句をつけて豊臣家を困らせ、大阪夏の陣の原因になった宝光寺の大仏を寛文2年3月潰していた有名な文銭だったのです。寛文2年というと、つい一昨年の春、この亀を埋めた先代宗七が死んでから三月も後のことです。死んで三月後に新鋳された文銭がこの亀の中に紛れ込んでいるとはどうしたことでしょう。みんな菊之助の細工だ。文銭が一枚紛れ込んだのは天罰というものだ。遺言状などは偽物に決まった。後ろから勝蔵がわめき立てます。物に我慢のない勝蔵はもう勝ち誇った気持ちでじっとしてはおられなかったのです。親類方も腹の中では勝蔵に同意してしまいました。こうなっては遺言状などは見ても見なくても同じことですが、念のため一同立ち会いの上目を通すと、自分の死後養子の千吉、後の宗七に宛てたいろいろの指図で、菊之助が奥目と別れたらこの亀の中の金のほかに家作辞書を三分の一ほど分けてやるように、もしまた奥目と一緒ならこの亀だけを形見にやれと書いてます。弟の勝蔵は家名を汚すから生涯寄せつけてはならぬ。その娘のお夕は心がけ次第で引き取って世話をするようにと行き届いた指図ですが、これも菊之助の奇策とすると何の権威もありません。番頭の徳三郎はのれんを分けて身を固めさせるように長年の忠義に報ゆる道を書いてはならぬと書いてあります。番頭さん、先代ご主人の親切ありがたいことではないか。はい。平次は涙ぐむ徳三郎を見合って満足そうにうなずきました。偽の遺言状にしてはいかにも行き届いているので、立ち会った親類方もなんとなくしんみりしてしまいました。この首席は先代のと少しは似ているだろうか。平次は遺言状の文字を指すと、先代ご主人のご指摘に相違ございません。文銭はいつ入れたかわかりませんが、とにかくこれは間違いもなく先代のお書きになったものでございます。徳三郎の言葉にはけほどの疑いもありません。親類方や他の雇い人たちに見せると、よく似せてあるというだけで、徳三郎ほど一生懸命に保証するものは一人もありません。第8章、親類会議はやり直し。菊之助もお夕も相続ができないと決まって、店はしばらく徳三郎が預かり、親類から後見人を定めて2、3年様子を見ることになりましたが、徳三郎が頑固に辞退してどうしても相続を承知しないために、当分成り行きに任せて徳三郎に嫁でも取った上何とかしようということになったのでした。勝蔵は腹を立てて飛び出し、お夕は女中とも居候ともなく踏みとどまりました。ゆくゆくは徳三郎に目合わせようという話もありますが、年が違いすぎるのでお夕の方では承知しそうもありません。
親分、越前屋はあれっきりですかい？主人殺しはどうなるんで？カラッパチは気をもんでこんなことを言いますが、どうにもならねえよ。主人の死んだな、災難と諦めるさ。へえ、そんなもんすかね。越前屋を飛び出した勝蔵は親分の悪口を言って歩いていますよ。放っておけ。手のつけようがありません。それからまた一月ばかり経ちました。親分、奥目の雨は亀から出た金を持って逃げ出しましたぜ。本当か、あち？菊之助は血眼だ。それから徳三郎の囲っている女が上がりやした。牧町の小唄の師匠で、お先ってすごい年間ですよ。三月越し行かねえから手が切れたのかと思ったら、ゆんべ久しぶりでのこのこ出かけましたよ。ありがてえ。それを待っていたんだ。てめえはその女をちょっぴいてこい。平次はそこですぐ越前屋へ向かいました。番頭さん、ちょいっと聞きてえことがあるんだが。親分さんで、どうぞこちらへ。奥目が逃げ出したそうじゃねえか。あの雨をあげようと思うんだが、どうしても証拠が揃わねえ。女の手であの格子へどうして綱をかけたか、それが知りてえんだ。部屋の中からじゃ納屋の手すりの綱は手繰れねえ。へえ。徳三郎は平次を案内して納屋の方へ行きました。こっから綱を投げりゃ格子を潜って部屋の中へ入るわけだが、格子が狭いから女の芸当じゃ難しい。やはり奥目じゃなかったのかな。親分、あれを使えませんかしら。徳三郎が指したのは粗末な納屋の明かり取りの横窓の枠。それは一軒半ばかりの細い萩杉も釘で打ちつけただけの棒でした。平次は伸び上がってそれを引くと、釘が緩んでいて手に従って外れてきました。先端にはあつらえ向きの釘がありますから、それに朝縄の端を引っ掛けると、一軒半ほど向こうの奥目の部屋の格子にかけられないことはありません。奥目の部屋からは縄を手繰れず、外から人目を避けて一軒半もある竿を持ち込めないとすると、下手人はこの納屋の二階からどうして向こうの部屋の格子へ綱を引っ掛けたのか、その道具がどこにあるか、平次はそれを探していたのでした。平次は黙って徳三郎の顔を見ました。この明かり取りの枠を教えたのは白状も同様です。御用だ。気がつくと徳三郎は真っ青になって身を翻しましたが、平次の手は早くも伸びてその襟髪をつかんだのでした。親分、えときは。あくる日、ガラッパチは相変わらず平次にせがみます。俺は最初っからあの番頭を睨んでたよ。最初ここへ来たのは自分の留守に主人が殺されたように見せかけるためさ。時刻ばかり念入りに聞いたろう。なるほど。くずかなものの箱に仕掛けた綱を奥目の部屋の格子に通して下へ引っ張って路地のぬかるみに敷いた板に挟んでおいたのさ。バカな主人の宗七が人目をはばかって奥目に会いに行ってあの路地から話しているのが毎日七つと決まっているんだ。主人が板を踏むと頭の上へ二三十貫の箱が落ちてくる仕掛けはよく考えたよ。もっとも綱の端っこは俺が行く前に板の下から抜いておいたんだが、なんだって主人を殺す気になったんでしょう。自分より年下の手代が娘の婿になって主人面をするのが尺に触ったのさ。それだけなら知れずに済んだかもしれねえが、物事があんまりうまく運んだので越前屋の跡目に直ろうとしたのがしくじりのもとさ。へえ、
床下から出た亀の蓋が少しついていたので、ふと文銭を一枚放り込んだ。あの辺りは徳三郎の悪がしこいところだ。亀に手をかけたのはあの男より他にねえ。封印をする前、ほんのちょっとの隙にやったんだ。書き置きは本物さ。菊之助は奥目に騙されていたが、根がいい男だ。実を言うと俺は奥目が飛び出すのを待っていたんだよ。へえ、どうするつもりで？奥目は悪い女だ。宗七にまでちょっかいを出していたんだが、追い出す証拠もなく、菊之助もその気にならねえ。奥目が自分から飛び出せば、菊之助とお夕はちょうどいい連れ合いじゃねえか。二人一緒になれば、いとこ同士で越前屋が建てられる。活動は娘の出世になることだから、自然遠のくだろう。あれは口ほどでない腹のいい男さ。なるほどね。徳三郎は不定男だ。することがいちいち憎いよ。主人の連れ合い、おしんを殺したのも、あの野郎の仕業だろう。亀たった一枚の文銭を放り込んで、遺言状を偽物と思わせ、菊之助を相続人にさせなかった手際などはすげえぐらいだ。平次、悪人でさえ憎みきれない平次が、こんなに言うのはよくよくのことでしょう。めかけ、お先の家に想像以上の金品が隠してあったのも、徳三郎の悪賢さの証拠の一つだったのです。書室オール読み物、文芸春秋社、1935年、昭和10年3月号。野村古道作、銭形平次、捕物控えより、一枚の文銭、全文読み切り。